はい、えー、岡崎グリーンメンテナンスです、えー、まあ近くのね、えー、ちびっ子公園みたいなところに来ましたが、えー、こういったねやっぱり切り株まあありますねあとこっちにもこういった感じでねあるんですがまあこれはねまあ,あ。 で邪魔か邪魔じゃないかっつったらそうさほどでもないんですけどこういったね入り口の近くにあると子供がこれね登って怪我したとかあと年配の方がこのねヘリを歩いてちょっとつまずいて骨折しちゃったなんていうと厄介になるんでまあないあった方がいいかないかっていうとない方がいい。 に越したことはないんですよねなんでこういった公園なんかの切り株あとこういうのね放置しておきますと、えー、スズメバチの、ね、巣に、えー、なりうるんでそういった部分でもね、えー、あったよりない方がいいのかなと思います。でこれをねやっぱりいろいろね業者さんに頼むってなると。 重機を使って掘り起こしたりっていう風になるんで結構ね大掛かりな作業になってしまうと思うんですがうちはね掘る作業ではなく削る作業になりますんでこういったのをね出てる部分を削ってスムーズにね作業が行えますんでもしねこういった公園の管理町とか市とか 県にななのかなちょっと分かりませんが、えー、そういった関係者の方、ね、この動画見てああうちの町もそういう切り株あるななんていう場所がねございましたら是非、えーえー、岡崎グリーンメンテナンスまでお問い合わせいただければと思っておりますす、えー、よろししくお願いいたします以上です。